ハガチ崎、ここから東大を目指していきたいと思いますが、果たしてたどり着くことができますでしょうか。行ってみましょう。幻の灯台と言われてるんですね。実は一度以前来て途中で断念したことがあります。結構な悪路を行った経験がありますね。近くにモンキーベイ、お猿のいっぱいいるところがあるんですけど、そこの手前のこのなんていうんですかね、作業道路、昔は車が通れたのでしょうけど、こう落石がゴロゴロしてて、今はあまり車が通った形跡はありません。はい、分岐点がありますね。おそらくここは右だと思います。こんな風に岩がゴロゴロ転がってます。いやー、すごい道だ。もう車じゃ来れないですね。よいしょ。さっきの道らしきところに戻ってきました。ここを行ってみましょう。果たしてこれが道と呼べるのかどうかわからないんですけど、なんとなく道っぽいんで
そうですね、今出発して約15分ぐらいですね。よいしょ。一応転んでもいいように手袋はしてます。桜もうだいぶ散っちゃってるのかな。よいしょ。あった。これが噂の階段。ここをひたすら歩いていけば灯台に着く予定です。途中で何の障害もなければ、ちょっとこの階段のところで休憩していきたいと思います。はい、リフレッシュ終わって早速階段登っていきたいと思います。一体どんな風になってるんでしょうか。よいしょ。慌てずゆっくり行きます。あ、でも今日は暑くもなくいい天気です。天気も良くて、あ、なんかの踏んだ。野生の猿はいっぱいいるんですよね。来る時も5匹ぐらいありました。わあ、いっぱい。糞は気をつけないと。今が13時12分。出発したのが12時45分でした。まだまだ続きます、はい、少し登ってきたら階段がなくなりました。よいしょ。あ、だけど石段がありますね。
は危ない。落ちたら一巻の終わりスポット。よいしょ。よいしょ。普通がトゲトゲが引っかかっちゃいました。続きの階段発見。危ないスポットですね。でも階段があるだけでほっとしますね。よいしょ。ここは危険スポットかな。石段はあるんですけど土に埋まってますね。よいしょ。下がぬかるんで滑ります。よいしょ。これ帰り怖そうだな。こんな段ですね。石段だけど、ね、落下防止の柵があるんでなんとか迷わずに行けてるみたいです。ここも危険スポット。微妙に足跡あるんで誰か来てる可能性ありますね。よし、階段。